はい、今日は9月の10日夜9時34分になるところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ミヤリマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、朝から朝のニュース、さらには夜のニュース見ると、本当に国会が騒がしく、魚の衆のように騒いでおりますね。しかし今現在、私たちのこの日本国で生活を余儀なくされている国民、本当に冷めた目で政治の姿、政治家の姿を見ているんではないでしょうかね。今度こそね、国民の皆さん、私が連日皆さんにお願いしておりますように、どのような選挙においても政治に注目して、選挙投票所に足を運ぶことによってね、現在のこの混迷した社会を変えることができるのではないか。それが私たち国民に与えられた選挙権。この選挙権がね、最初に発行された明治時代にね、おそらく国民というものはみんなが真剣にね、選挙に参加していたと思われるんですね。しかし現在の資本主義社会、特に金権主義がまかり通るような社会になってから、だん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 国民の気持ちが、自分たちの生活にゆとりができればできるほど政治の世界から目がそれていった、そして関心が薄れていったのではないかね。そういう状況になったために、毎回のさまざまな選挙においても、国政選挙、県会議員やさらには市長選挙においても、市民が投票所に足を運ばない、そしてテレビや新聞の政治的放送に悪政不正が発表されるたびに、この批判はしますが、いざ選挙の時になったら、なぜか投票所に行かない、ね、そのために投票率が本当に市長選挙だけ、ね、あるのを見た時に、この関西だけでも 35、6%、40% いかないというんですね。ということは、10人のうちに選挙場、ね、選挙に参加するのは3人か4人、ね、そして市長と議員の同時選挙においても、ね、45、6%、つまり半分以上が選挙に行かない、こういう状況が続いて、もうかれこれ20年ぐらいになるのではないでしょうかね。この政治家がその投票所に行かないことを喜んでいるのが、現在の政党政治と言われる、それにね、在籍している議員の実態なんですね。よく言われますね、投票行くたびに参加した者には、たとえ缶コーヒーの一本ももらえるとなったら、ね、何かをもらえるとなったら、ね、ほとんどの人が参加するようになるんではないでしょうかね。しかし、ね、このようなことをやった場合に、現在のこの公職選挙法を変えるといっても、国会議員が自分たちの首を絞めるような法律を
まともに作るはずがありませんに、投票率が増えていったら政党に属している政治家議員が落選する可能性が大にあるのが現在の私たち日本国の政治に興味を示すような国民が増えれば増えるほど危機感を感じるのが、つまり政党に属している政治家なんですね。この理屈がどのようなものか、ね、誰がなっても一緒だというね、この選挙に対する認識ですね。かいつまんで話をすると、要するに政党政治、現在の今の国会のあり方ですね。自由民主党、公明党、さらには立憲民主党に国民新党、ね、そして共産党、このような党に所属している議員の票数というのは勘定できるわけなんですね。つまり10名のもののうち、自由民主党が3名、さらに公明党が1人、立憲民主党が2人となった場合に、これでも5人ということは、10人のうち 50% の国民が選挙に行くということになるわけなんですね。ところが現在の投票率を見ると、国政選挙であってもだいたい 46% から 49%、 最高で 49% ですね。平均的には 45% ぐらいということは、 5.5 人がいかないということは、自由民主党が10人のうち 1.5 人、さらには公明党が 0.5 人、立憲民主党が1人、ね、そして大阪維新の会などが 0.3 人、このような計算になるわけなんですね。そして選挙に行かない人たちが半分以上、つまり5人と半分、ね、人間を半分、1票半分にするわけにはいきませんが、大体の表示として、5.5 人が選挙に行かないとなった場合には、その政党の得票だけで入っている連中らは当選するわけなんですね。ここをね、今の国民の有権者の皆さんがどのように判断するかなんですね。つまり政党に名前を連ねている政治家というのは、その票だけは確実に選挙があったら取れますね。しかし無党派層と言われる、つまり選挙に行っていなかった人が 5.5 人、 55% の人たちが選挙に参加して、違う議員の立候補者に投票したときに、自分たちの政党の票数は分かっていますが、無党派層の方が多いんですから、その人たちが新人の議員に投票したら、政党加入している立候補者は、つまりそれ以上の票の上積みができませんから、自分たちで自分たちの党の票、応援してくれる有権者の票を分けるわけですから、無投票、つまりね、支持のない、自分たちが国の政治家を変えよう、ね、県会議員を変えよう、さらには市会議員を変えようという時に、その無党派層という人たちがその新人の議員に投票した場合に、確実に当選するわけなんですね。
そうしたところに今度の総裁選ですね、これはおそらく来年になったらまた首の政界が行えると私は睨んでいるわけなんですね。その根拠となるのは総裁選がね、来月に行われて、さらにはこの状態で衆議院選挙に突入しますね。そうした場合に4人の現在の有名人が立候補するのではないかと私は推察しているわけなんですね。一人は橋本徹氏、二人目は東国原英夫氏、三人目はあの辛坊治郎氏、そして四人目は現在の大阪市長である松井一郎氏。この四人がおそらく次の衆議院議員選挙には立候補するのではないかと私は推察しているわけなんですね。この3人4人は立候補したら必ず当選しますね。そうした場合に現在国会議員が在籍している日本維新の会という党がありますね。このおそらく日本維新の会という会の名前は消えてなくなると私は思っているわけなんですね。この4人が一つの会派を作った時に、名前を変えた時に、現在の国民民主党玉木代表ですね、この連中らはもともとが維新の会で当選して太陽の党石原新党に鞍替えして、そして石原慎太郎が辞めた途端に国民民主党となって、現在国会議員の党派を名乗っているわけなんですね。ならばこの4人が会派を組んで当選した途端に、一等一番にそれに合流すると思われるのが国民民主党ですね。さらには大阪のあの府会議員や大阪市議会議員の現況を見たときに、大阪府会議員などは橋本新党と言われた大阪維新の会を結党して、そして自由民主党の議員であった者が雪崩を起こしてこの維新の会に鞍替えしたわけなんですね。さらには大阪市議会議員でもそうですね。ほとんどこの大阪府議会議員でも84議席ですかね、86ですかね、この中で50何席ですね、45席ぐらいを過半数を取っていたのが大阪維新の会ですね。この大阪維新の会に属している現在の議員でも3分の2ほとんどが自由民主党ね、このような連中らが名前を変えたところにね、移籍していった。さあこの元凶がこの4人が当選した時に、橋本そのまんま東、東国原、さらには辛坊、そして松井、この4人が当選した時には、大阪府会議員の時のように現在の国会議員、つまり特に若手の連中らが雪崩を起こしてこの政党に加入してくるんではないかなと私はね、分解した時に思っているわけなんですね。皆さん、この政治性というものは今混迷に混迷を重ねてね、年寄りが動かしてきた、そうですね、二階にしても麻生にしても、そしてね、各会派の長老にしても
ね、もう80歳になろうかという連中だけが、ね、この政治の世界に君臨しているために、ね、若手の、ね、本当に正義心のある中においても、上が上で手枷足枷をつけておりますから、ね、身動きできないことを今までは我慢したのに、これからはそういう新しい会派ができたときに、私たちのこの日本国の政治が大きく変わっていくのではないかなと私は思っておりますに、何を国民が求めているのか、ね、一番に指導力と言われていますに、これは政治の世界に限ったことではありませんに、どのような世界においても会社経営者の方針ですに、それと同じく政治家の思想信条、それが本当にそれを自分の大義としてね、進んでいく国の国家国体を一番に思ってね、現在の国民の声がどこまでね、受け止めができるか、それにかかっているはずなんですね。しかし現在の私たちの国の政治のあり方を見たら、我が国は三権分立と言われていますね。司法、立法、行政、ね、この立法というのは、ね、国会、現在のそうですね。そして司法というのは法的なもの、ね、これを、ね、一つの柱、そして司法と、ね、立法と行政というのはその政治を司る、ね、各市町村の行う行政ですね。これが完全に分離されていたものが、現在の国会見ていると全てのもこの三権分立が見えてまいりませんに、この権力的なものが癒着に癒着を重ねて、法までもがねじ曲げられて、そして勝手な解釈ですね。つまりあの憲法9条にしてもそうですね。住民主党がよく言われるこの9条の中の範囲内で自衛隊をね、出動させていると、このようなね、逸脱した、要するに法の解釈、このようなところからこの三権分立の私たちの国家国体の要である憲法、それまでもがね、臨機応変に使われている、このことがね、今私が和歌山県のね、田舎といえば田舎の町役場の開示請求に行った時にね、はっきりと、はっきりとそれがね、形に現れて見えるんですね。つまり行政の中でも地方自治法っていうのがありますね。皆さん、この中にね、国会で決められたね、私たち国民が行政のことを知りたい、例えば公共工事のあり方のね、その内容を知りたいといったときに、開示請求情報公開という法令がありますね。この昨日といい、先週といい、私が和歌山県の県庁へまず開示請求に行って、さらに御坊市とこの日高町の役場に開示請求へ行った時に、なんと田舎になればなるほどね、この開示請求のシステム、そして皆さんね、今までね、この田舎の方では、三重県でもそうですね、公文書というものはね、絶対的な法で施行されている第何号何号という、
そのような地方自治法になって、その申し込みの用紙でさえもちゃんと規定が決まっているわけなんですね。その地方自治法にのっとって開示請求の申し込みの用紙なんですね。これにね、何々様というだけが印刷されているわけなんですね。一番左上に様、その前に市長なり知事、例えば大阪府知事様ね、このように知事を様付け、市長を様付け、そのような文章であったものが現在大阪ではその宛てに変えられているわけなんですね。市長になったら知事になったら昔の殿様ではあるまいしね、市長様知事様、これがおかしいのではないかというのが、今から10年ほど前からね、開示請求をするために行ったところが、それがね、この大阪府なんかではそれが様がなくなっていますね。現在要するに知事宛て、何々知事宛て、何々大阪市長宛てになっとるわけですね。しかし今でも三重県や和歌山県に行ったら様と書いてあるんですね。それで私が開示請求することに、その窓口の担当職員に、この様というのだけはね、それほど偉いものですかね、任期があるときにそのね、都道府県の知事に対して様、そしてその町の市長に対して様宛てに出すのですか、この様は必要ないのではありませんかといったところに、そうですね、これをね、責任者に上司に言って、そして市長や議員に言って、この公文書字一つ一つにしても勝手に変えられるわけではないわけなんですね。公文書ですから。その雛形さえもおかしいのは、これにね、みんなが、国民が知りたいというのは、自分たちの税金が公共工事でどのようにして使われているのか、それをみんなが知りたいために公文書開示請求としてね、情報公開を求めて手続きを申し込むわけなんですね。ところがね、驚いたことに、この日高町には公共工事を行うために業者は入札参加資格申請書、つまり自分の会社はどのような工事を今までやってきて、どのような経験があって、従業員はいくらでね、どのような工事を行ってきましたというね、経歴書ですね。そして会社謄本ですね。このようなものを提出して、役場のね、担当者がそれを精査して、そして入札参加資格申請書ね、これを受理するわけなんですね。これは一般に公報されているのが47都道府県1700市町村のその情報公開室は、これを公開しなければならないとなっているのもかかわらず、昨日行った日高町では、なんとその入札参加資格申請書の書類がまとめにないと言っているんですね。そしてその書類を開示請求の書類に記載して提出しようと思ったら、隣の御坊市の住民が日高町の開示請求を求めたところが、他府県他市からの申請は条項にないと、この担当者が発言したわけなんですね。皆さん、
北海道の行政を知ろうと思ったらね、私が言っても日本国民ですから、これを申請したらね、開示請求できるわけなんですね。ところがこの市町村においてはね、その入札参加資格申請書ね、一覧表、例えば業者が、自分がその町に仕事をね、建設業者をやっている、例えばね、この事務机とか事務用品ですね、このようなものをね、物品を市役所の筆記用具やそういうところをね、販売している会社であれば、これも入札参加資格申請書を提出してね、そしてこの入札があるときにはね、一般入札と指名入札、まずね、この田舎に行けば行くほどほとんどが指名入札、つまり役所と癒着の多い議員とか市長と癒着の多いような業者だけを呼んで、これ4社5社を呼んで、そしてあたかも入札を行ったようにしてね、指名入札を行い、そのために落札する業者ほとんどが同じところがその工事を請け負っているというんですね。そのために今まで入札参加資格申請書がオープンにされていないために、なんであの業者だけが毎回毎回同じような仕事を受けておるんだろう、地元では当然不思議になってきますね。そういうね、地方自治法もないがしろにされているね。そして国会がそうであるように三権分立、これがもう今の私たち日本国には崩壊してしまっている。その原型が昨日一昨日この東大阪で行われたわけなんですね。皆さん一緒に考えてみてもらえませんか。現在のこの東大阪市50万都市なんですね。そして去年一昨年に野田市長が文化創造館、つまり市民会館ですね、これを6000坪の敷地に183億円の建設費用をテーブルに載せてね、プロポーザル、つまりお金を185億円の予算金額をテーブルの上にドンと載せて、そして外閣の有識者、大学の教授ね、さらには弁護士、さらには司法書士ね、このようなね、連中を集めてね、そして業者指名ですね、つまりゼネコンね、屈指のゼネコンを呼んで、ここに建設にあたり186億円の予算がありますと出したわけなんですね。そしてこの186億円でね、どのような材料を使ってどのような設計をして、この設計図通りに工事が行われますかということを審査するわけなんですね。つまり各ゼネコンによってこの材料はこのように仕上げますね、このところはこのようなね、方法で行いますと言って、図面通りにうちはこのような立派なものをね、使って仕上げます。これを見た審査員がね、点数をつけていくわけなんですね。100点、125点、150点、200点というね、点数をつけていく。さあ、ここに皆さん、このプロポーザルというね、
方法もその発表した時点でこの工事を落札する業者は決まっているらしいんですね。ですからこれは国会議員やね、これに絡むね、行政庁の長がね、事前にこれこれこの業者に仕事を与える、そのためにね、もっともらしくゼネコンを2社3社呼んで、そのテーブルの上でね、有識者と言われるね、連中らが、あ、ここが一番だと言って決める。さあ、これ自体がね、これ選任する委員会でもね、これ申し込みでやったらどうかなと思うんですね。そんなことしませんね。最初から市の長がね、大学の教授、そして何々ね、学者というのを呼んで、それに判断させますから、最初からもうできレースですね。これが今全国でそのようなね、入札のまがいもので公共工事が発注されている。186億円の予算をテーブルに載せたところ、183億円でね、落としたのが、落札したと言われるのが大林組なんですね。そこが一昨年、去年、おととしの9月1日にね、完成して落成式が大々的に行われましたね。しかしこの文化騒動館ね、あ、去年ですかね、私もね、あまりそのね、空いているとこをあまり見たことがないのでね、オープンしたのが去年の9月の1日でしたかね。この建物、建築費用が100億円ね、あとの83億円何に使われているのかな。調べてみたら、向こう20年間の維持管理費の先払い。さあ皆さん、これがまともな行政庁の庁の公共工事の発注と思われますか。物ができて、そしてその利用価値がどのくらいあるのかね、そしてこの管理をいくらで賄えるのか、これこそ管理会社を呼んで入札をしてね、年いくらぐらいですと管理がうちの会社ではできますと決めるのが本当のね、行政のあり方ではないかなと私は思っているんですね。最初から管理費はいくらね、年間約4億円20年間計算したらね、80億円になりますね。83億円が管理費として、20年先までの管理費の先払いということは、この文化騒動館で市民が使用する費用を年間一体いくらと計算されているんでしょうかね。出来上がったこの文化騒動館は、さまざまなイベント、つまり劇場風にできていて、音響設備などは日本一であるというような機材が持ち込まれて整備されているのでありますが、このコロナの時期、何の使用もできていないわけなんですね、この1年間ね。そうした場合に考えられることは、皆さんね、20年経つ前に、これから15年経ってね、どうもこの管理費も
残り5年間あるのであるが、5年間の管理費がもう今まで使い切ってしまった。ね。なぜ使い切ってしまったか、83億円を15年で使い切ってしまったかというと、オープンして1年目からコロナウイルスのためにその使用が一切できなくて、売上も何もなかったために管理費がかさんでしまって、倍以上の年間7億8億の管理費を使ってしまった。そのために15年経ってから残りの5年間の年間4億円と見込んでいた、それが足らなくなったので、東大阪市にこの不足分、向こう5年間の約20億円、ね、支出してくれと、このように言われたときに、市はそれを出さなければなりませんに、さあ、その時に15年先にこれに関わった議員や市長、特に市長ですね、現職であるはずがありませんに、現在4期目ですよ。ね。12年、今年で14年目、あと2年任期ありますね。これが終わったら、この野田市長は一目散にトラックでおそらく東大阪市から飛んずらするであろう。私はこのように確実にいなくなるであろうと思っているわけなんですね。そして残るのは何ですか？この東大阪市民の皆さんが、ね、あの第二の夕張ですか？京都が今大騒ぎしてますね。京都は景観が崩れるので、高いマンションや建設物は認めなかった。そのために、ね、何でしのいでいたかというと、観光客、ね、要するに京都に訪れる人たち、ね、しかも、この宗教法人のところがほとんど、ね、ありますから、ここからは税収ができない。ならば、その沿道にあるお土産さん、ね、お土産店ですね、観光客が落とすのは、当然、そこの、ね、商店や土産物さんや、そういうところで、ね、落とすお金を徴収していた。ところが、ね、この京都には高いビルはダメだ。ね、寺院や、ね、さらには、さまざまな名所、旧跡のお寺や神社があるので、ね、景観が損なわれるということで、建てられなかった。そのために、このような状況になったときに、ね、観光客がばったり来なくなったら、ね、何をもって、京都市民のために、ね、財政が貧窮していきますね。その大きな問題になっていますね。しかし皆さん、ね、国が、その町が潰れるということはありませんね。そうでしょ？国民、市民が、その市や町が潰れる、赤字なって赤字行政だと言われたら、さまざまなものが高くなっていったら、引っ越しができますね。日本国中安いところへ誰でも引っ越しができる。ね。ですから、これを逆手に取った悪徳、ね、政治家は、市民の税金を湯水のごとく食い潰していくわけなんですね。この東大阪にもね、野田市長が誕生したとき、平成19年なんですね。それまでに、歴代の市長が、このような貧窮した社会になったときのためにと、東大阪市民のためにとね、約900億円の、ね、緊急融資資金を貯蓄してくれていたわけなんですね。
ところが野田省になってからこの市民のために貯められていた900億円すべてを箱物建設に投入して現在に至って、そしてもう現在はその900億円の貯金されていた金1万円も残っていないことがこのコロナ騒動で分かってきたわけなんですね。よその町では昨年ですね、国とは別に市民一人一人に3万円や5万円や母子家庭や父子家庭に対してはね、国とは別に3万円2万円を支給したという報道が駆け巡りましたね。しかしこの東大阪市は900億円の預貯金があったのに市民のみんなに1万円の金を配布する金さえも残っていなかったわけなんですね。そして現在ね、おかしなことにほとんどの役所に行ったらね、役所の玄関の入り口にあのモニターの温度計がありますね。顔をこのようにしてかざしたらね、そこに36度2分とかね、35度8分とか出ますね。正常ですとね、スマートフォンのみたいなものでねやって、そして横にはね、消毒液が置いてあるね。そしてここで検温してからね、入室してくださいね、入庁してくださいというのが書いてありますね。ところが東大阪はね、昨年からこのようなことをね、要望しているのに未だに何もないわけなんですね。これはね、何も市民のためにね、よその役所が設置しているのではないというんですね。これは職員を体調管理するために一番必要なことである。それはなぜかね、市民も自分の体温を測らずに役所にした場合にね、そのモニターを見て体温計の前にね、自分の顔を掲げて 35.8 度、あ、正常だ、安心して窓口に行けますね。しかし37度以上になるとね、これは危険ですということがね、発表されて、あ、自分が本当にコロナに感染しているのかな、風邪をひいているのかなということができますんでね、そのようなことを市民に気づかせて、さらにはそのような温度の高いものが役所の窓口にね、来ないような、そのために職員を守るためにもこれが必要なんですよというね、声が窓口の人にそのように説明してくれるわけなんですね。そして今ほとんどのところがね、病院はもちろんね、そういう公共施設の場合にはそのようなものが設置されてありますね。これさえも東大阪市は議員に行っても今検討中ですと言ってそのままほったらかしでもう1年になるんですね。その裏でなんと今日ね、このような話をしたかと言いますと、この文化創造館183億円使って建てられたこの文化創造館をなんと警察の所轄に緊急事態の時に、大災害発生の時にこの市民会館を所轄に開放するというんですね。その協定を市長が結んだという記事がね、ここに新聞記事が出ているわけなんですね。皆さんね、市長とね、そして三者協議ですね。ということは真ん中に市長が写っていますがね、この野田市長がね、文化創造館の管理者とね、野田市長と所轄の所長とね、三者協定を結んだ。皆さん、平成7年阪神淡路大震災の時に誰が一番活躍したと思われますか？私はあの震災の
その日ですよ。ね。凱旋者にコンビニで弁当を買い占めて、ね。この東大阪からまともに神戸に行くことができませんでしたから、わざわざ京都の亀岡の方へ回って、ね。裏の方から有馬街道を通って、ね、有馬を通って、そして六甲山から、ね、西宮へ降りてきたわけなんですね。この時に一番活躍されたのが父会長なんですね。これがどのような状況であったかと言いますと、日頃からしょっちゅう、ね、役所に顔出ししている父会長、この人がね、みんな支援物資をもらうために何百人だ、うちの自治会は150人だ、いやいやうちは250人だ、ね、というそのような自治会長が自分のね、地区の人数を把握していますから、ね、このしょっちゅう役所に顔出ししていたね、この自治会長は並んでいたら顔見知りの職員がよそからね、ちょっと来て袖を引っ張ってその会長に、会長何人ですか、いやうちは250人やと言ったら、分かりましたと言って、もう会長ね、それで分かりましたと言ってね、もう会長は並ばなくても帰って行かれて、そのようなことがね、あの神戸で行われていたわけなんですね。このようなことに対してね、この文化創造館は、市民会館は市民のために建てられたはずなんですね。そして現在の東大阪のその所轄は5年ほど前にね、最強の立派な所轄が建てられて、いまだに新築と一緒なんですね。つまり刑務所と警察、大阪府警本部の建物を見たらよくわかりますね。あ、こんばんは。ね。この警察の大阪府警本部の建物は、どのような、ありがとうございます。ね。どのような震災、地震が来ても、潰れないように刑務所と警察の本部はできているわけなんですね。そして、現在、この東大阪にできた所轄の建物も本当に立派な耐震、ね、抜群な本所ができたにもかかわらず、大災害が起こった時にこれを所轄が使用するように協定を結んだというんですね。皆さん、ここに野田市長の行政、さらには所轄の司法、ね、これが文献三律から逸脱した、ね、職権乱用ではないかと、私は野田市長のこの行政を思っているわけなんですね。そして現在38名いる議員の連中らは、野田市長の悪政不正の利権にたかっているために、誰一人としてこの異を唱える議員がいないというんですね。今東大阪で、ね、議会、9月の議会が開催されているわけなんですね。この本会議場においても、誰一人としてこのような悪政を正す者がいない。言わずと知れた野田市長の悪政不正の箱物利権にたかっているのが現在の38名の議員だからなんですね。このようなことに異を唱えるのは、この赤い車、見張り番、東大阪の道村慎太郎しかいないんですね。私は日頃から言っていますね。権に屈せず、理に走らず、正義と心は絶対に裏の、これを大義として毎日活動していますから、ね。悪いことは悪い、いいことはいいと。ね、独断で判断した以上はね、これはおかしいのではないか。ね、皆さんどう思われますか？市民の東大阪には300
70数箇所の自治会があるわけなんですね。この大災害が起こった時に、この文化創造館市民会館を自治会の本部にしたら、ね、370からある自治会の加入されている市民に平等に様々な配布ができるわけなんですね。なぜ野田市長は所轄にこのような勝手に、ね、この所轄が古い建物であればね、まあそれも考えないことはないでしょう。しかし新築されてまだ経った4、5年しか経っていない所轄と、文化創造館が大災害が発生した時にここを所轄が使えるような協定書を結んだ、ね、私が、ね、これから、ね、書いているのは、日本国の三権分立を崩壊させた野田市長の悪政を放置する議員38名。これがまともな行政と思いますか？市民の血税183億円を使って作った箱物、東大阪文化創造館市民会館が野田市長一人の独裁決定でこのような協定を結んだ大規模災害発生した時、大東大阪市内自治会376地区の本拠地にするのが最高の使用法ではないのか。私はそう思っているわけなんですね。野田市長の口癖、市民のために、市民のためにはどこへやら。ね、現在日本国の三権分立とは、司法、立法、行政が分離され、各法の確立が源として日本国憲法が制定されているのですが、野田市長は行政の長としてその立場を独裁的悪政を行っているのではないのか。平成7年1月17日発生した阪神淡路大震災が教訓として残したのは、右往左往する市民に対して自治体の自治会会長の活躍が大きく報道されたものでありました。東大阪市には370以上の自治会がありますが、大災害発生時にこの自治会代表の拠点とすることで、東大阪全市民が平等にその救助を受けられるのではあるか。38名議員の連中はこのような野田市長の悪政に何の疑問もないのか。そう思いませんか？ね、災害が起こった時には、ね、当然警察官も消防署も大変な、ね、困難を、ね、発生して、そしてみんながその助けを待つわけなんですね。しかし市民はどこに逃げるわけですか？市民のために建てられた最高の市民会館であれば、まずね、それを市民を助ける自治会の本拠地にする、370からある自治会の会長のね、本拠地にしたら、全ての市民が安心して救助でね、平等に救助の発令ができるのではないか、そう思いませんか？ね、ここに我が国のこういう町からね、三権分立がもう完全に崩壊してしまっている、ね、これが現在の私たちのね、日本の国で、今全国のあちらこちらで地方自治法さえも守られていない、そして金権主義の公共工事にたかるその業者は、田舎の町ほどね、平気でそのようなことが行われている、ね、これがこのような調査をしていればね、次から次へと分かってくるわけなんですね。皆さん、今ね、我々のこの日本国においてね、政治が大きく変わりそうな時期に生きておると思いませんか？次の衆議院議員選挙、ね、皆さん毎日テレビを見て
今の誰々議員がどうだ、ね、これからなる、ね、総理大臣がどうだという前に、本当にね、自分たちのですね、家族、そして子供や孫のために、ね、私たちの国、現在おかしな、不思議な、変な国になっている。ね、世界情勢を見てください。ね、この自由と平和な国と言われていますが、もうこの日本国が自由と平和な国から外れたんですよ。世界の国からね、6カ国ぐらいが全世界で自由と安全な国であると言われていた日本国は、現在今年になってその安全な国から除外された。ね、そして私たち日本国を取り巻く世界情勢、このアジア情勢ですね、これにも危機感がほとんどの官僚や職員の危機感が欠落している。そしていつも被害に遭うのは国民、市民なんですね。その政治のあり方によってね、私たちの生活がくるっと変わってしまう。ね、しかし格差社会と言われる、それがだん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 このようなね、社会になって、果たしてね、来年になったら現在の商売されている人たち、しかも都会の中で商売されている家賃を払っておられる人たち、本当にね、自分たちの死活問題でお店を泣く泣く閉めなければならない、そういうね、業種が大量に発生するのではないか。ね、そしてまん延防止法や、さらには緊急事態宣言が発令されて、ね、それでもざる法である。ね、そのような中にワクチン一つさえも自国で作れないような日本国になっていることを、今国民の皆さんが実感させられているわけなんですね。さあ皆さん、今こそね、自分たちの政治を変えるためには、必ず投票所に足を運んで、ね、もっと政治に目を向けて、ね、それは自分のためではないんですね。これから自分たちの子や孫のために、ね、まず親が、ね、政治に注目することなんですね。特に今、若い人たち、ね、あなた方の未来に、ね、この日本国が託されていくわけなんですね。私のような高齢化社会の人間がね、先を未来を危惧して、このように皆さんに啓蒙している。ね、今、私のようなものがね、狼少年声ならぬ狼親父が皆さんに同じことを何回も何回も繰り返して言うことによって、ね、それで10人おったらそのうちの1人でもね、そうしなければならないと思っていただいたら、ね、私の役目はそれでいいと思っているわけなんですね。ですから、ね、今私たちの日本国の政治家の在り方、そして身近な市町村の行政の在り方、ね、よその町和歌山に行って、また来週にも和歌山に出向いて、また今日も三重県からの、ね、優秀の人から連絡をいただきました。ね、そしてなんと今から12年前の、ね、伊賀市が関係した説明会、何々施設を運ぶのを作ります、その時の説明会に使われたその内容書が、ね、伊賀の忍者から届いたわけなんですね。これは私が今現在調査している産業廃棄物の不法投棄のところに、ひょっとしたら市が率先してそのような残土を入れたのではないか、このような疑惑が大きく浮上してきたわけなんですね。ですから市民の知らなかったこと、私のようなものが他府県に行って分かってくる。さあこれからも徹底した調査を行って、市民の皆さんにはその事実と真相の誓いをこうしてまいります。また明日お会いしましょう。それではこんばんは、これにて失礼します。